こんにちは、ひまじん27号です。ひまじん夏、ひまじんクラン夏フェス第3弾、初テスト分隊でございます。初テスト分隊第4部隊でございます。参加メンバー紹介したいと思います。キベレイさん、ネオジオングさん、シャーさん、札幌さん、リョウさんですね。シャーさん、4戦すべてに参加ということで、お疲れ様でございます。そして札幌さんは第3部隊でなんと、最高スコアを叩き出しまして、シャー札幌さんもなんだかんだで第2部隊から、3戦連続で参加しております。では、第4部隊最後ですね、行きたいと思います。ノロコさんと、アスベルさんが残念ながら、参加できずですけれども、まあ、まだまだ夏フェス終わりませんので、ね、参加していただきたいと思います。では早速行きます。行きますと行きます。たまにはビックリマークをつけてみる。行きますよ、行きます。こっち、初テスト分隊第4部隊です。行きます。ちょっともうね、疲れてきましたよ。まあシャーさんもね、4戦連続なんで。おーっと、来ました、ネオさん、空手です。ちょっと見たい、気になりますね、どのように空手をするのか。すごい、初めて見る空手、空手チョップ。本当にね、成功するところ唯一遠距離射撃ができる。そうですね、気になりますね、すごく気になる。どうやってやるんですか。お、来ましたよ、ここからの外れじゃないですか、もしかして。外してますね、これ。さっきのやつ、エムさん外してますよ。ネオさん外しましたね、空手帳。ネオさん、うまく当てればピナタよりも得意が高い。札幌さんがまだ残ってますね。ちょっとですね、
数がすごい減っている。疲れてる。まず喋らないと。喋らないと。ダメだ。ぼーっとしてきました。ああ、まずい。終わってしまう。シャアさんじゃないや、ネオさんの空手を外したぐらいですかね。あとは、まあ、ノラだったんでね、しょうがないですかね。さあ、トップ賞ですね。まあ、第5舞台がないので、ここで最高スコアを出してもないんで、どうしましょうね。次の企画につなげられればいいんですけども。まあ、相手はそんなに強くなかったんで、いただきました。ありがとうございます。まあ、ネオさんはあんまり真面目じゃなかったんで、ね、リョウさんですね。リョウさんの29万2911。もっとなんかこう白熱した戦いの中でトップ賞を取りたいですよね。どうすればいいんでしょうか。やっぱ下手なんでしょうかね。ガンガン突っ込んでもやられちゃいますし、さあどんどんいきましょう。第4舞台第2戦ですね。やりましょう。ちょっとね、本当にね、眠くなってきてましたね。眠くなってきてしまいましたが、頑張らないと。もう12時0時を回ってますからね。3時間やってますよ。まあシャアさんもね、3時間やってるんで、動画にはいいじゃないですか。当てなきゃダメですよ。当てなきゃ。全部上に取ってってますよ。せっかくついてったのに。では第2戦いきます。今度こそネオさんが当ててくれるところを見ましょう。もう持っていかないかな。ほら、持っていってます。これを見ましょう。相手はクランですね。クランの方が1名。あっ !UTS って言いました。ないか。間違えた。あ、UTS いましたね。あそこのクラン。なんですけども、まあ、みんながみんなそうとは限りませんが、ツイッターの方でですね、なんだこれっていうツイートをしている方がいまして、そのスクショにですね、UTS さんのクランメンバーの方がですね、抜けるという、そしてそのフォロワーさんのみの戦いになってるみたいな。あ、出たかな？あ、外してますね。本当にその私がフォローしている方しかいない。その方も一人で頑張ってたのかな、確か。その画像を目にしましたね。まあ多分調整なのかな。全員底抜けだったかあんま覚えてないんですけども、まあ、そうか、ストーカー、まだストーカー残ってるから。
な台なんだ。母さんいいですね、トランバス。おお、9本じゃなくて3本。誰と誰だ、シャアさん、札幌さんですね。いいですね、トランバス大好きなんですよ、私。使う分には好きですね。敵に回すとも厄介でしょ。待ってもらって、左からグリが来てるんですよ。これ多分トランバス対策で来てる感じだと思うんで、そういう感じ。というわけで突き抜けます。あー、札幌さんが狙われてる、まずい。せっかく6本あるのに1本でも出しにしたくないので。あー、札幌さんは よし、何ですぞ。ダメだ、見えない。あっちで盛り上がってるな、私も。いや、あー、しかしもうやれず、ダメだ。あー、判断が遅いんですよね、きっと。もっと早くしちゃった。うわー、まだいるんですか、トラン。ちょっと次持ってってみよう。トランバス対策に左からぐるーっとくるんですよね。キュビレーさんに行くか、するか。思ったら使った。ああ、そう。ああ、こんなに削られてしまった。ああ、もうダメだ。まずい、まずくない、ダメだ、こう焦っちゃいけない、焦ったらいけない、焦っちゃいけないよ。ボロさんもいますしね、落ち着いて、落ち
着いて落ち着いて。ここにいたの。まだいるのか。くそで買ってもいいんですよ。それでいい。それでいこう。うわー来たー。帰ろう。よし。よし、あと10秒だ。耐えろ。もう残ったのはシャアさんと私だけか。シャアさん行っちゃダメだー。頼む、行かないでー。私置いていかないでー。よーし、勝ちました。危ない、危なかった、危なかった、怖かった。トライテントいいですな。トラピングリじゃなくてトライテントにしようかな。やったー、やったー、やりましたー、よかったー。こういう試合でこういうスコアを出したいんですよ、私は毎回。よかった、やった。隊長っぽいことができた気がする。さあスコア、札幌さんの70、で7683ですね。よかった。金銃です。あ、スクショするの忘れてしまった。あ、いやいやいや、もう本当によかった。でもよかった、ああいうので、ああいうスコアが出せればもうちょっと格好がつくんですけどね。次で最後です。さあシャアさんじゃなくてネオさんが編成を変えるらしいんですけど、今までどんな編成だったのかな。なんかパニーグリとかいた気がするんですよね。のせいかな。さあ、泣いても笑っても、夏フェス第3弾、初テスト縛りは次で最後になります。誰だっけな、りょうさんですね。りょうさんいつもここに現れない。りょうさん、
やよかった。さあネオさん準備 OK ですね。ちょっと早かったですね。さあ揃えました。第4舞台、泣いても笑っても次で最後です。第3戦では、いきますと。ポチッ。さあ最後ステージは農場初テスト。危ない。もう完全に頭の中に勝つことしか考えてなくて、ストーカーじゃない機体を選ぼうとしていた自分がいた。危なかった。さあ相手は K4 っていうクランかな。ちょっと知らない、見たことあるのかな、ちょっと分かんないですね。フル分隊でしょうか。1、2、あ、フル分隊っぽいですね。怖いな。怖すぎる。あ、フル分隊じゃない、一人だけ違う方がいらっしゃいました。あーもうダメだ、完全に腰が抜けてる気がします。前に行けない、怖い、怖いよ。うわー、またステルス機能使うの忘れてた。あーもう最悪だ。もうこういうミスは本当に嫌ですね。あっ最悪だ、ドレビューになってる。もう嫌だ、なんなの。せっかくトライデント9本とかってできると思ったのに、もう爪が甘いですね。私イマジンはドレビューじゃダメでしょ。イマジンさん、ドライデントじゃないか。うわー、そこに私も立ってまた打ってますよと、ドライデント揃ってますよってことを見せたかったんですよ。うわあ、いや、フーリー2個揃ったってことで、まあ、トライデントだったらもう最高だったんですけどね。え、ランスロットも倒せないじゃないですかっていう、あれだろう、フーリーですね。ちょっと一応狙い、無理です、完全に無理です。まずい、まだ1本しか打ってない。そう、これで9本になったのに、
本どころじゃないか、12本ぐらいか。うわもう最悪だ、いきなりやりました。うまいですな、しかし。次にラッキーが死んじゃう。あ、いけなかった。そんな。やばい。やばい。あーミスった。まずいな、まずいまずい。間に合うか。あー無理そうだな。あー終わってしまう。ついてたんだ。間違えた。まあしょうがないです。やっちゃったもんはもう負けましたが、トップ賞は誰でしょうか。札幌さん、さっき誰だったっけ、札幌さんだったっけ。お、ネオさん、いいですね。68万3612ですね。間違えた。まあでもしょうがないね、終わってしまったものはしょうがないです。ではこれにて、夏フェス第3弾初テスト第4舞台動画終わります。マッチングでね、被った方、そしてクラメンの皆様ありがとうございました。ではご視聴ありがとうございました。では。